教えて知事さんの時間です中村時博知事に愛媛県のことについていろいろ伺うこの番組愛の国笑顔あふれる愛媛県の実現に向けたさまざまな施策や取り組みについてわかりやすくお話しいただくとともに視聴者の皆さんからの質問にも答えていただきます中村知事よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします今回お話しいただくテーマは愛の国愛媛営業推進本部についてです 一時、今年度の組織改正の目玉として、営業戦略官及び愛の国愛媛営業推進本部を設置されたと思いますが、どんな狙いだったんでしょうか。はい、はい、あの元々僕自身が、えー、学校を卒業した時に最初に飛び込んだのが、えー、ビジネスの世界だったんですね。はい、まあ、俗に言う総合商社というところなんですけれども、いわば日本の縮図のような会社で、 要は日本の国っていうのは資源も食料も何もないあるのは勤勉性と高い技術力そういうもので外国から買い付けたものを活用し今申し上げたような特色をフルに使いながら付加価値をつけて海外にものを売っていく基本的にはまあ加工貿易立国っていうね形で日本の国っていうのは成長を えー、追い求めてきたんだけれども、実は総合商社ってのも何も持ってないんですよね。はい、物を作っているわけでもない。い、えー、わばそこにあるのは人的資源と、えー、資金と、えー、まあそういったものをベースにした知恵と工夫と、えー、まさに日本のシ図のような会社だったんですよ。はい、で、その中でビジネスの世界、えー、これはあの貿易も含めて、えー、いろんな経験をしてきたんですが。 ひるがえって愛媛県っていう地域はですね一次産業から二次産業場合によっては三次産業に至るまでですね非常に素晴らしいコンテンツ素材を持っているんだけれども今一つですね PR 売り込みというのがですね弱いなというふうに個人的には思っていたんですね、はい。えまあそういったところを カバーしなければ地域の活性化にはつながらないというふうなことで自分自身のビジネスマンとしての経験を県庁という組織の中にお伝えすることによって、えーまあ、愛媛県の素晴らしいものを対外的に売り込んでいくサポートをしてそして地域の活性化に持ち込もうということで営業という言葉をあえて使った体制を整えたところなんです。はい その営業という言葉がこう県のイメージと結びつかないといいますかこう県の組織で営業という名前がつくのは全国的にも珍しい,いしやっぱり今例えばあの全国に47人の知事さんがいるんですけどもそういうビジネスの世界を経験した人っていうのは非常に少なくてですね、はい、例えば47人中32人が、えー、東京の霞が関にあるお役所出身の方とかですね 役人さんんが多いんですよね、はい、だからそここそが僕の違いであり持ち味なのかなと思います。で特にあのビジネスの場合はですねものを売るということですから、えー、まずはいいものがなければならないそれは愛媛県にはあるわけですよね。はい、で次にじゃそれをお消費者買い手に対して PR するためにブランド戦略っていうのが必要になってきます。でこれが確立した段階で今度はマーケティングいわばどの層に どのようなエリアにどのような PR でっていうことを考えていくマーケティングが必要になってきますよねそしてそれを実際戦略が立った段階で動かしていく人の力営業が必要になってくるとまあこういうのを全部本来は会社がやらなければならないんだけども、はい、例えば小さな企業とか素晴らしいものを持っていてもこの営業部隊がいないわけですよ。営業力が弱いわけですよ、はい、だから 県の行政組織で営業部隊を作ることによってサポートしていこうというのがあ最大の狙いであって、はい、そういう意味ではあの商売そのものをやるのは会社あるいは作り手ですから、はい、あえて、えー、補助エンジンの役割を使命を追っていく舞台をですね愛媛、えー、県に、えー、行政という組織に入れてみようということにいたしました、うん、去年はですねもうそのどういうふうにやるのかっていうのを県の職員にも見てもらうために 自分がガンガン率先して、こういろんな仕掛けをしたんですね。はい、で、こういうことをやるんだというのが見えてきた段階で、組織に入っていくと。いう2年目の課題には、当初からしてたんです。はい。でも、今、その県の組織に明確に、こう営業部隊ができまして。ね、具体的に、どのような役割を担っていくんでしょうか。うん、そうです。あの、最初、まあ、役所の職員さんですから。そういう民間のような営業っていうのは、経験者がいないわけです、ね。はい。だから、最初の会議っていうのは。 ままさににマン時代に叩き込まれたビジネスのの基本とは一体何なのか、はい、例えば、えー、どんな商売でもですね、えー、パターンというのは5つに集約されるんですよ、えー、こんなものがありますよいかがですかっていうふうなことをやり取りする引き合いという段階と、はい、でそこが消費者とマッチしたときにああ買いたいです売りたいですが決まっていく契約という段階がある。 そして今度は契約に基づいてそのものやサービスを受け渡すという段階があるそして受け渡しが終わった後にお金のやり取りが発生しますから決済という段階がある、はい、そして場合によってはすべてがうまくいくという保証はありませんから、えー、整えておかなければならないのがクレーム処理という段階であるどんなものでも全部この5つで、えー、形が形成されていくわけですよ。はい、だそういうい話から入ってきましたよね まずビジネスのノウハウから、はいはい、実際にその反応というとどうでしたかあの皆さんあそういうもんなんだっていう感じだったんだけどもそしてもう一つの違いは数字と結果を求めるということにあるんですよはい。これは厳しいですよねただし実際に愛媛県は補助エンジンですから、はい、あのこれだけ利益が出ましたとかいうんではなくて補助エンジンたる役割を果たしているかどうかの数字例えば、うん どれだけしっかりとした組み立てに基づいて、えー、商談会を実施したかとか、あの効果的な戦略を描けたかとか、はい、そういうところの数字があ求められるっていうのが、ちょっと民間の直接やる営業との違いだと思います、ね、なるほど。あの4月から数ヶ月経ちましたが、実際いかがですか？はい。あのやっぱりこの数字結果を求める世界っていうのは厳しいから相当最初プレッシャーか,かってた。 ような感じもしたんですが、はい、ともかく県庁にじっとしてたら仕事にならないんですよ。はい、だから、どん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 あのへ<ー>外へ出て、<ー>しかもあの<ー>飛び込みに近いような<ー>。まあ、セールス活動を県庁職員が先鞭となって自ら行っていかないければならない。でも、それをやっているうちに大きな商談会もできるようになる。すると結果が見えてくる。となると、面白い。 だい前向きだっていう仕事前向きな仕事なんだっていうのが分かってくるんですね、はい、そうするとあの見方がガラッと変わってきますから最近はあのなんかもうどんどん外に出てくるみたいですね、はい、すごくこう期待が膨らむようなお話なんですが実際にこう知事がこう期待していくところというのはどういうういところになりますでしょうか、はいはい、あの基本的な戦略は私の方でまだやっぱり経験がありますから。 こんな形で考えて組み立ったらどうってヒントを出して。それをこう走り回って肉付けしていくっていうような形になっていると思うんですね。で例えばそれは一つには二次産業。愛媛県には東洋を中心に紙パルプであるとか。えー、まあ先端産業の工場であるとか造船であるとかタオルとか化学繊維であるとか。まあ非常に特色のある。 えー、力のある産業があるわけですよね、はい、で、これあはのお有名な会社もたくさんあるんだけど実はこれを支えているのはその下にある高い技術力を持った中小企業なんですよ、はい、これらがよ集合体となって素晴らしい製品につながるんだけどもじゃあこの技術力を持った中小企業は今までどうであったかというと系列の中の一つあるいは地域の中の一つという存在で ひょっとしたらこの技術が他の業界にも転用できる可能性を持っていたとしても、はい、外に出る知られる機会はなかったんです、ねはい、ですからこれがまず一つのポイントだよというふうなことをお話ししました、はい、で何をやったかというとそういうい中小企業の技術のデータベースを作ったんですねでそのデーータベースを、えー、持ってですね、えー、これはあの可能性のある会社に、えー、総合商談会を持ちかけると。はい 例えば、何でも扱っているのが、僕が持っていた総合商社ですね。ええー、五大商社っていうのがあるんですけど、ここはもう全部行ってきました。で、今度は裾野の広い。例えば、自動車であるとか、エレクトロニクスであるとか。そういう業種を絞り込んで。そのデータベースの中から、この業種に関連しそうなところに声をかけて。また、そこで商談をかけるです、ね。はい。いろんな活用の仕方があるんですね。だかもう、数ちゃったるですよ。<laughs> ええー、こんな技術、転用できるんじゃないですかと。 でいい会社であればあるほど真剣に受け止めますでそのマッチングしていくっていうところも大きな役割になってくるんでだから我々はそういう商談会のチャンスを作る補助エンジンでそこに中小企業たちがブースとか出してくる、はい、その時にものにするかどうかはメインエンジンであるその会社の社長であり会社自体なんですよ。 一時産業の商品も必要、二次産業の技術も必要、三次産業の人を引っ張ってくる観光戦略も必要、はい、それが今までは縦割りの組織の中で全然別個にそれぞれが行っていたのを総括的にカバーするのがこの本部の推進本部の役割になってくると,とな,なるほど全てのことをこう共有してそうです。戦略を練って、はい で今後なんですが、はい、主にどのような地域で重点的に売り込みを行っていくんでしょうか、はい、あのやっぱり例えば強い地域と弱い地域があった場合にマーケティングの理論から言えば弱い地域を底上げするよりは強い地域をより強くすることによって裾野が上がっていくというこれが一つの選択肢になるんです,、ね、ですからあのやはり最大消費市場である東京それから大阪。 名古屋福岡えこういったところにどう展開していくかっていうのがポイントになってくると思います、はい、そしてそこでの広がりがある段階で、えー、例えばエリア的に今までつながりが薄かった東北であるとか、はい、こういうところに、えーえー、まあ攻め込んでいくっていうのは営業では普通に使うんだけども、はい、県庁らしからぬこともあるので <laughs>、えー、まあそういう形ですね。それかからら将来日本の人人口口はは減減っていいきますから、えー、人口が減るととうことは 国内の市場がちっちゃくなっていくっていうことなんですよ。はい、買い手が少なくなっていくっていうことですよね。だからもうそれを見越して今後は外に行っていく発想が必要になっていくる。うん、でも今は正直言って為替の動向からすれば国際競争力で価格面では非常に厳しいです。はい、だから闇雲にあの国もあの国もって言っても結果は出ないんでターゲットを絞るんですよ。はいはい、いいものを高くても買いたいという層がいると。 その条件としてはここ数年経済成長が続いて所得水準が上がって富裕層が拡大し日本食あるいは日本のものに対して非常に関心があるエリア具体的に言うと物流の観点で言えば東アジア今の条件に当てはまるとすればシンガポールであり香港であり上海であり台北でありと。 こういうふういいふに絞り込んででけけるわけですね、はい、でそこに経済界も巻き込んでビジネス商談会を作っていくとかあるいは僕が直接乗り込んで、えー、トップセールするとか、はいいろんな戦略を描けると思いますね、はい、知事も本当にあのトップセールス積極的に行われていると思うんですが、はい、手応えとというと何ですか、はい、例えばこの前シンガポール、えー、商談会行ってきたんですけどもなんせあの淡路島のような人口のところに、はいえー、700軒の日本食レストランがあるんですよ。 一<で>、はい、人当たりの GDP はもう日本よより上に行っっちゃってるんですよねそうなんですかいうところに日本食関係の人を声をかけたら100社以上集まってくれてぜひ、えー、買いたいっていうのでうその商談会の後オーダーが入ってきて先般あの愛媛からシンガポールに向かって第一陣が出航していきましたけども、はい、あのだから高くてもいいもの欲しいっていうそういうエリアってあるっていう一つの、ねはいえー、道筋になる。 番じゃないかなと思いますよねはいじゃあ本当にこれからこの営業戦略間、はい、愛の国愛媛営業推進本部、はい、期待されますね、はい、そうですね、えー、もう早く僕からここを言うんじゃなくて下から上がってくるようなそんな風になればいいなと思ってますはい今回は愛の国愛媛営業推進本部について伺いました知事どうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたこの番組では 皆さんから知事への質問を募集しています9月放送のテーマは県の防災対策についてを予定していますこのテーマについての知事への質問をはがきまたはメールでご覧の必要事項をご記入の上愛媛 CATV へ送ってください番組で採用させていただいた方には愛媛県イメージアップキャラクターみきゃんのグッズをプレゼントしますなおいただいた個人情報は適切に取り扱いいたします たくさんの質問をお待ちしています。